ご視聴ありがとうございます。旅すべき者男子の馬王慎です。石垣島編いよいよ最終回です。浅戸役山のお墓や金堂井浜にスポットを当て、竹富島の西側を歩きます。ぜひ最後までご覧ください。ちょっと急なんですよね、ここ。赤山丘設置に至るまで。そうか。この赤山丘については、壇の浦で敗れた平家の落ち武者がこの地を治めるとここに書いてありますね。ゆっくり降りましょう。よいしょ。早い時間帯に来たんで、時間はたっぷりありますから。猫ちゃんいた。隠れちゃったけど。で、まあ、今見ていただいているのが赤山展望台。研究時の避難所にもなってるみたいです。串パイン150円で、パインジュースは500円で出してるそうです。ほんと、これこそまさに竹富島って感じになってきました。民宿泉屋さん。さっきまでいた和みの塔がものすごく小さく見えます。浅戸役山の生家、生まれた家の場所がだいたい分かりました。多分こっちで合ってると思うんだけどな。今進んでいる道を右に行った方に浅戸役山の生家跡が多分あるんです。全く逆方向を歩いてました。浅戸役山の生家跡こちらでした。完全に間違えました。ああ、ここありました、ありました、あった。美女浅戸役山生誕の地。ああ、今工事中なんで中お見せすることができないですね。やめときましょう。今度は島の反対側、金堂井浜の方を目指してみようと思います。マイヌオン。なんか偉い神様が祀られてるらしいです。いや、でも雨が降りそうだなと思っていたんですが、雨にはなりませんでしたね。よかったよかった。本当に良かった。こんなところに神社のような建物がありました。立ち入り禁止って書いてあるから、多分中には入れないんだろうな。案内また見つけました。金堂井浜こちらだそうです。見てください、集落から離れたんで道幅が広くなりました。で、風が出てきましたね。そうだ、金堂井浜に行く前に先にお見せした浅戸役山の生家が工事中だったんでしっかりご紹介できなかったものですから、浅戸役山の墓は多分普通に観光できると思うので足運んでみようと思います。今金堂井ビーチとは逆方向を歩いているんですけれども、
そちらの方を見て、浅戸役山という女性がどんな人だったのか、僕の知っている範囲でお話をさせていただいて、ご興味持っていただければいいなって思います。あれだけ心配だった天気がようやく晴れてくれました。しかし、こんな言い方はどうかと思いますけれど、ちょっと遅すぎた。もうすぐお昼になろうとしてます。何か記念碑的なものが見えてきました。もしかしてあれなのかな？だいぶ歩いてきましたけど。浅戸役山のお墓、あれかもしれません。アイランド、星のギャラリーアクセサリーとありますね。多分ここでオリジナルのアクセサリーを製造販売してるんでしょう。ブーゲンビリアが綺麗だな。で、石垣の向こうに見える建物も非常に綺麗です。浅戸役山の墓があるのはどうやらこちらみたいです。とにかく行ってみようと思います。集落をどんどん離れて獣道っぽい道になってしまった。大丈夫なんだろうか。地図で言うとこっち側なんだけど。浅戸役山の墓は本当にこの道で大丈夫なんでしょうか。動画1本分ぐらいになりそうな勢いなんですけど、やばいよこれ。見えてきました。あー長かった。ここですね。結構歩いたな。もう少し歩かないといけないみたいです。あーでもいい海が広がってるな。こんな感じで浅戸役山ってどんな人なのっていう話になると思うんですよ。なんでも、ね、1722年に生まれて1799年に亡くなっている竹富島出身の女性らしいんですよ。非常に頭が良くて美貌にも恵まれてたということで、そのお墓というのがこれなんですけど、ということで浅戸役山の墓をご覧いただいてます。簡単に説明をさせていただいたんですけれども、浅戸役山、なぜ彼女がそんなに有名になったのか、僕も簡単にしか知らないんですが、役人の愛女なんて言ったらいいのかよくわからないです。愛人とかそういった類なのかもしれませんけど、その話をきっぱり断ったその一連の出来事を歌にしたのが竹富島で今も歌い継がれている浅戸屋ユンタだそうです。言ってみれば封建主義の時代に自分の意思を通して、なおかつ彼女聞いた話では世話好きというか人当たりが良くて人気者だったそうです。間違ってたら申し訳ないんですけども、浅戸屋ケアマちょっとでも知るきっかけになってくれればと思ってます。浅戸役山の墓見てきました。で、今度こそ近藤井浜行きましょう。今までこっちを進んできたんですけども、近藤井浜はこの道を逆方向に進むことになります。何分かかるでしょうか。結構辛い。この先は自転車乗り入れ禁止ということなんです。確かに自転車が止まってる。この先が多分西桟橋かな。行ってみたいと思います。いい海が見れるといいな。そうですね、ここです。ここが西桟橋。現在は修繕工事中のため中に入ることはできないみたいです。でも白い砂浜、そして青い海、いいですね。
富島に朝7時半のフェリーに乗って来た時はお天気だいぶ心配だったんですが、やっと青空に恵まれました。ただ一つ愚痴を言わせていただくと、もっと早く会いたかったこの青い海と青い空。とりあえずもうだいぶやりたいことをやり尽くしかけてます。どうやらこっち側でも近藤井浜には行けるらしいです。行けるらしいけど、こんな感じでずいぶん昔に死んだサンゴが化石化した感じでゴツゴツしてます。履いているものがセッタだから、あんまり遠いところを歩かない方がいいんでしょうけど、一緒に遠くの綺麗な海を見ていただきながら少しでも楽しんでいただければと思います。随分と近藤井浜に近づいてきた感じです。下を見たらわかるかもしれませんが、歩きやすくなってきました。でも程よい硬さがあります。もともと生き物だったんだなって思わせるような硬さを感じます。よくよく見てみると、この砂浜に打ち上げられているのって多分サンゴの死骸なんでしょうね。それが砂浜と混じって白くさせる。どうやら近藤井浜に到着したみたいです。波の音が穏やかでいいですね。あちらの浜辺の方で皆さんが思い思いに楽しんでおられる光景が見えます。とにかくこの青い海、やっぱり癒されますね。僕が行きたいと思って待ち続けた3年間、報われた気持ちになりました。随分と大回りをしましたが、ここが西表石垣国立公園の近藤井園地ということで、向こう側に近藤井浜が広がっています。ここは竹富島では唯一遊泳ができる浜なんだそうです。もちろん旅する着物男子バオシン泳がないですよ。着物で泳ぐわけがないけど、綺麗な海は好きです。この海を記録映像に残し、自分自身も記憶に残して帰りたいと思います。浜辺から少し上がってくると、こういう休憩所的な場所もあるみたいです。中はこんな風になってます。あとはこのようなベンチもあったりします。ここがお手洗いのようです。今分かったことですが、島にはこのようにいくつかのバス停があるんです。要予約ということですが、使いません。お金がないので。竹富島のフェリーターミナルだいぶ向こうです。それでも歩きます。レッツゴーです。バスが出発したようです。僕はこのまま集落へ戻ります。港 2.18 メートル。
集落まで戻ってきました。足が棒みたいになってますが、散策だけで終わるのも少しもったいない気もするので、竹富島の郷土料理いただいて、この石垣島編締めくくりたいと思います。ここが竹富小中学校みたいですね。石垣とヤシの木に囲まれて、確かに離島の学校って感じがしますね。またお会いしましたね。ジンベエ君、さようなら。郵便局まで戻ってきました。お腹空いた。多分この道をずっと降りていけば港に行くんです。なぜならばここに書いてあるので、こっちが港側です。15分ぐらい歩けば行けるでしょう。石垣の上に風車。やっぱ離島だからいろんなお店が早くに閉めちゃうな。あの民芸喫茶マキっていうお店さんもどうやら営業してなかったっぽいです。パーラーガンジ屋さん、確かに営業はしてたんですが、僕が欲しているお腹を満たしてくれるものは出してなかったんで諦めます。この道をまっすぐ行けば竹富東湖へ戻れるんですけれども、あちらにですね、なんか思いがけず肉牛さん見かけちゃいました。丸半日かけて竹富島、僕のペースで歩いてみました。できれば竹富島の郷土料理と食べてみたかったんですけども、残念ながらそのチャンスには恵まれなかったんですが、その代わりに時間を忘れさせてくれるような心を奪われる瞬間の多い旅ができたと思っています。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。